されてないから彼らは。そうなんだからね、俺でゲラゲラ笑ったり、そのなんだね、もうそれはやっぱりアメリカのある種のこう時代の当時の当たり前があるから、うん、古い映画見てると本当にあれのアメリカのおかげで、うん、その後なっちゃったっていうのがすごいあるらしいです。でしょうね、うん、なのでそういうある種人種差別の話とかってこうどっかで向き合わなきゃいけないじゃないですか。アメリカの必ず出て大きなテーマですもんね。必ず出てきます。やっぱりどっかでシリアスな、今後真面目な話すると本当に多様性との取り組みになっていくじゃないですか、うんうんうん、人間とロボットの取り組みもそうだし、うんうん、ある種移民との付き合いもあるだろうし、うんうん、そういう意味でこう世代間ギャップというかね、100歳当たり前になったらやっぱり100歳と10代の人がやり取りするみたいなものも出るだろうし、うんうんうん、そういう意味で多様性とか、うん、自分自身のその偏見に気づくとかっていう点でいうと、うんうん、国民の創生を見て、うんうん、マイケル・ジャクソンを見るとかね同時上映、そう、西部劇を見て逆にこう虐げられた側としてキャプテン・イーオーとじゃあ国民の創生同時上映すごいすごい映画でしょ。それもディズニーランドで違うからいやだからそれはすごい、そういうね、ある種アメリカのそれが両方できるところがアメリカのすごさで、そうです、マイケル・ムーアみたいな映画がやれるってところ俺すごいと思うんですよ。そうですね、やっぱりあんだけ大統領のことを真正面からこう攻撃できる国ってある種すごい健全じゃないですか。そうです、ね、でもその描かれた内容ってものすごく病んでるじゃないですか、うん、北朝鮮ではできないですもんね。だってできないでしょ、ね、あれはね。だからアメリカっていまだに面白い国だと思うんですけど、うん、そういう竹島さん結構何回も行ってなんですか。俺はあのなんだ、国民の創生を見た時と、うん、やっぱり西部劇に疑問を持った時って自分は大人になった。西部劇の話をめちゃくちゃ今したいんですけど。あ、どうぞ。あの脱線してません、はい、今その流れでね、はい、あの真昼の決闘を見たかな。誰でしたっけ。真昼のマカロニウエスタンでしたっけ。いや、あの真昼の決闘はゲイリー・クーパーとグレース・ケリー、はい、グレス・ケリー出てるんですか。グレス・ケリーもう本当まだ若い、20デビューしたてぐらい、ね、でモナコ王妃でしょ。で監督がフレッド・ジーネマンです。でなんですけど、で見てないですか。見てないから、見たかな。もう NHK でも NHK でも散々やってる、うん、で、だから西部劇らしくない、西部劇どんな感じなんですか。あのですね、ですね、はい、まあ、ある町で、西部の、はい、西部の町で、でもう今日結婚すると、うん、そのグレース・ケリーと、グレース・ケリーは一番、まあ、本当若いんですけど、その、うん、ともう50、その20ぐらいの年の、30ぐらいの年の差がある、あのワンカー、うん、グね、ゲイリー・クーパーと、今日結婚式っていう時に、はい、かつてその、ワンカーが刑務所にぶち込んだ悪者が出所してくると、うわーっていうのが分かって、それでもう完全に復讐しに来るわけですよ。もうなんか劇的な、その5人ぐらい引き連れて、はあ、その何時の汽車で到着するっていうのが分かってるんですよ。でどうしようどうしようってご存知ですよねそれで、なんですけど、じゃあもう町の、俺がこのあいつらをね、うん、打ち込んでこの町を、平和を守ったんだから、うん、みんな協力してまた戦おうっていうけど、うんうんうん、誰一人バックにつかない。もうどこへ訪ねて後ろ見ても誰もいない状態。訪ねてってもいるすね。もうピンポンピンポン、もうこうやって目だけ光ってるみたいな。そんな感じです。それで誰一人こうロ協力者を求めても誰もいないと。誰もいないです。でももう子供が俺なんか僕が一緒に戦うぐらいそれしかいない。パチンコで打つよ。でいやバカ言うんじゃないって言ってそれは。ご縁が学べるよ。もうそれしかいないわけです。それでもうそしたらもうその結婚しようとしてた嫁にまで見放されて、はあ、もう私はグレース・ケリーに一緒に逃げようって言ってるのに、いや俺は絶対、ね、決闘するんだ、一緒に逃げましょうあなただから言ってるのに、決闘するんだと、もういや俺は絶対その受けて立つからって言うんで、じゃあもう私はもうあいつが、ね、付き合い切れないから私は、うん、もう逃げるって言って、うん、逃げちゃう。本当に一人です。っていう西部劇で、その、なんていうか、その上までの、
あの黄色ものとはまるで違いますよね。人間臭いというか陰影がありますよね。そうそうそうなんです。悪い人やつがいて、いいやつがいて、戦って決着がつくみたいなシンプルな構造じゃないですよ。で、なんかその、当時の赤狩りっていうのがハリウッドであって、うん、はい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 。それで、ちょっとね、その、なんていうか、そういう目線で見られちゃって、その、フレッド・ジンネルをはじめ、狩られちゃった。狩られちゃった人もね、いや、それで、まあ、結構衝撃的な、ただ、で、ゲイリー・クーパーは主演男優賞取ったのかな、アカデミー賞取ったんだけど、作品賞は通らなかったんですよね。取れなかったっていうのは、やっぱりそのこれはハリウッド的じゃないっていうことで。ハリウッド、でもハリウッド的じゃない映画も結構作品賞取ってるじゃないですか。それで羊飼いの沈黙とか。あれはもうだいぶ新しいですかね、そう比べたらね。なんか変な映画も取ってた、ね、いや、それで、その年は史上最大の賞とかっていう、なんか、はいはいはい、どうでもいい、なんかサーカスものが誰でしたっけ作品賞、誰だったか、バートランカスター。バートランカスターかな、ね、なんか、本当になんかただお金だけかけてるみたいなのを取ったんで、そのジョン・ウィンが、うん、その真夕の血統を見て、もうこんな成分許せないと。真夕の血統、うん、ジョン・ウィン言いそうですよね。もう対局なんですよ、ジョン・ウィン。だってジョン・ウィン王道じゃない、アメリカンヒーロー王道じゃない。もう悪いやつがもうガンもう一人でぶち殺す。インディアン、うん、インディアンもそうだけど、インディアンなんかもうあれ論外ですよ、その人間扱いしてない。アウト・オブ・ローンですよ。それで、うん、でその後に作ったのがリオ・ブラボー。作られたもの、その返答として作られたもの。ね、殺しのあれでしたっけ？見たの？あのもう王道ですよね、あの西部ですよね。タイトルもブラボーですからね。そうあのだからあれじゃないですか。テーゼアンチテーゼもあるけど、うん、王道と非王道というか、うん、あのスーパーマンとスパイダーマン、スーパーマンとバットマンみたいな構造があって、うん、あのバットマンもあの自分はダークナイト好きなんですけど。あれもリアリズムというか病んだヒーローとして描かれてて、その小道具の作り方とかもディテール豊かにこう描かれてるじゃないですか、うん、あっちの方も結局こういうこうステレオタイプみたいなものがあるから光るんだろうなっていう気がするから、そうですね、だからこう常に何だろう、これひっくり返したりとか善悪がこう入り乱れてるっていうか、ね、ニューシネマがそれまでの、うんハリウッド的なものをひっくり返したと思ったら、また今度はハリウッド的な王道がまたの反撃があったり、だからあのそれあれですよ、エアポートシリーズとかね、それこそあのだからあのあれですよ、ハンデ押したような王道路線、ポセイドアドベンチャー、あの辺はだからニューシネマの反動で作られてそこに行くんですわけじゃないですか。なるほど。そのだからこのせめぎ合いで、でも80年代になったらやっぱりなんか王道が勝っちゃってね、うん、プロデューサーの力が。やっぱりあの映画って作品でもあり商品でもあると思ってるんですけど、アメリカって本当にその辺のバランス感覚というか、やっぱお金も見せとるんだからちゃんと見せ物にしないとねみたいなのがすごくあって、あの60年代から70年代の前半までなんであれだけニューシネマというか作家的なものが作られたかというと、それはニーズがあったからですね。もうああいうのを求めてる客が、でだからハリウッドのなんかあのパンクな世代だったんですよ。エバレ腐ってるプロデューサー、まあこれでごあのご客組んだったらしょうがない、作ろうっていう、うん、ね、それで作ってたわけです。パンクなね、うん、そういや、それでだからどこからその話、あそうだ、西部劇の話ね、西部劇の話ね、でだからシェーン、さっき言ったシェーンも、うん、あれはかなり革命的だったらしいですよ、いろんな意味で。それはあのね、リアルだったんです。あれは今見ると、あれリアルなの？あれはリアルな、あのだからそれまではもっとこう茶師だったわけですよ。あ、うん、そうにか、様式美だったわけです、ね。そう、もうあのチャンバラバキューンって言ったりとか、そう、チャンバラでこうあって、こんなになったり、もう血も出ないで、あってこう、こんなになったり、こんな様式美で倒れるみたいな。それがあのブワーってやったら血がブワーって出るの、黒沢明がやってますから。椿三十郎でしたっけ？あれはなんか許されざるものとかもそうでしょ、イーストウッドの。あれはまただいぶ後じゃないですか。だいぶもうぐーっと後ですけど、うん、やっぱりもう人間なんて殺すもんじゃないよみたいな、なんか殺すことの業みたいなのも書かれてて、殺し屋って通常そういう感覚持たないじゃないですか。
描かれるじゃないですか。ああもっと深くね、うん、なんかこう人間としてね、うん、描いたということです。なのでその辺で西部劇ってある種すごいアメリカの縮図をすごい感じるんですよ。それはそうですよね。だって歴史ですもんね。もう実際自分たちが腕力で作り上げていくわけじゃないですか。西部劇とあと、ま、あの開拓もの、あと南北戦争のものとか、あとミュージカルも自分はすごいアメリカを感じるんですよね。ミュージカルもそうです、ね、とりあえず元気、ゴージャス、明るいとか、グラマラスとか、あの地獄の黙示録のあのプレイボーイもすごくアメリカ的だと思うんですよ。でも地獄、そうです、確かにあのプレイメイトのシーンはあれはフーターズですね。フーターズですよ。あのフーターズのでいつもかかる曲ってあるじゃないですか。あります。あれでヤングマンとかね、あのミッキーって曲知ってますか。どんなやつですか。ああ知ってる知ってる知ってる。ミッキー、ミッキー、ミッキーって。おととい行きました。やっぱり、ちゃんと言ってますね。さすが。サナエさんと俺写真撮ってもらって、詳しくはこの辺に乗らないと思います。あれですね。ちゃんと、何かと理由をつけて行ってるわけですよ。打ち合わせだってね、あれなんですよ。俺、フーターズ行ったことないから行こうみたいなのを来て。そう、なんか僕も。ビジネスランチなんですよ、俺。その、連れてってくださいって散々言わないんですよ。勝手に行けばいい。そんな。いや別に僕、いやそれはちょっと言ってますけど人よりは、いや別にその僕解説させるわけですみたいな。そうね、いや勝手こう見えても勝手に言ってます。こう見えてもあれですよね、何かと理由をつけて会長会長副会行く会、何副会今会員募集中、何副会、あんまり来ない会長ですよ、あんまり来ないと困る。募集してませんけど募集中のフリなんだアメリカですよね。それで、あのあれをね、あのミッキーっていう曲を歌ってる、名前忘れちゃったけど、はい、アメリカの感じ、あの歌手、一発屋みたいな歌手、あの人マイシャローナみたいな感じですよ、ね、あの女性は、うん、実はあのイージーアイダー出てるんですよね。イージーアイダー出てるんですよ、役者で。そうなんですか。っていうのも最近なんか分かったんですけど、あ、そうなんだみたいな。いや、あのピーター・ホンダーとデニス・ポッパにやられてる、やられちゃってる女性です。そうなんですか。まあ、それはどうでもいい話ですけどね。まあ、で次ちょっともう僕まだ全部話してないから、はい、ですね、あとまあ、あの軽く流しましょうね。どうしようもない、どうしようもない映画はね、あのジャンクとありましたね、ジャンクとってあのドキュメンタリーあんなもの絶対見せたくない。ジャンクあれ5くらいまではあるんですよね。どんな映画でしたっけ。見たかな、見てないかな。いやもう本当なんかくだらない、あのくだらない、とにかくあの死体ばっかり、なんかそうなんですか、なんか事故現場とかそういう映像を集めて、まあ、ミイラとかそういうカタストロフィーとかあったじゃないですか。あ、ありましたね。まあ、その手で、ね。グレートハンティング。そうそう、その、遡るとヤコベッティですよね。ヤコベッティ。ね。まあ、あんまり見せたくない。あと、地獄の下に臭いとか。まあ、これは、流してください、ね、うん。ターミネーターとかそういうのは。で、あの、はい、もうちょっと、ちゃんとした映画。ちゃんとした映画。幸せって見ましたし。すっごい王道な。あれは誰がやってるんですか。あれです、アニエス・バルダですね。アニエス、フランス映画かな。フランス映画ですね、はい、これも見てないですか。見てないですね。4000本見てない、見てないです。なぜですかね。これは、これ見なきゃダメな映画ですよ。見なきゃダメ、これは。見なきゃダメ、ザ・オブ・ザ・イヤー。幸せどんな映画かと言いますと、はい、フランスのちょっと田舎町かな。田舎町、ね、本当にあのまだ二十歳そこそこの若い夫婦がもう何の問題もなくこう幸せに暮らして、で、子供もそれでいいのか、子供も一人いてなんですけど、もうそれをすっごい美しい映像で淡々と撮ってるんですけど、うん、ある日なんかその家具職人なんですね、その家具職人、その、ね、男は支援みたいな設定ですね。いやいや、シェーンと全然違います。波乱を呼びそうな男が登場。いやいや、違います。その旦那が、家具職人。ね。で、まだ誰も現れてないですから、ね。それで、その、ちょっと街へ、都会になんかで行くんですよ、用事で。そしたら、そこの、で、また、なんか、その奥さんにそっくりな綺麗な女性に出会っちゃうんですよ。はぁ。出会っちゃって、はい、なんか、
こうどっちがこうどっちが誘うでもなく仲良くなっちゃう、仲良くなっちゃうで、ちゃんとそういう関係に なってしまうんですね。それでその二股をしばらく続けてるわけです。その男は何のあのでも罪の意識がない、はない奥さんに似てるだけあって似てって、でそのなんかその罪悪感がない、なんか子供若いからなのかなんか分かんないですけど普通にこうやってて、うん、である日そのなんかでもふと正直に言っちゃうんですよね、うん、実は好きな人がいるんだけど君も同じくらい好きだ、だからこれは僕は今が最高に幸せなんだけど君がそれが嫌だったら僕は別れてもいいよ正直に言っちゃう。そしたら奥さんはいやいやあなたが幸せならいいんだって言って、このままでこのままでいい、深いないいな深いな、ね、っていやそれでもその最後が怖い、本当にあのゾッとする映画なんだよ、あの見たいですね。でネタバレ言っちゃっていいのかな、最後実はあの男も奥さんも浮気してて男とそっくりな男と浮気しててみたいなそれだとかなり陳腐な映画になっちゃうネタバレはやめてください、ね、これはでもね、でもいやでもこれは誰でも知ってる映画、いわば竹下さんが知らないっていうのが、あそうなんですか、言っちゃってもいいと思う。いつぐらいの映画なんですか。もうだって60年代の映画ですよ。あ、そうだったんですか。もうこれはだからヌーベルバーグなのかな、これも一応。あ、ヌーベルバーグもまた苦い味がいっぱいありますよね。ヌーベルバーグの割と初期でもないのかな。まあ、王道。キチガイピエロとか好きなんですか、鈴木さんは。キチガイピエロもあんまり好き嫌いじゃなくて、なんか、いや。男と女とか。どうですか、男と女がヌーベルバーグというか、まあいや嫌いじゃないですよ、不思議な映画ですよね、うん、なんていうんだろう、すごいボサノバみたいっていうか、こう 軽いけど深いっていうか、音楽とね、映像だとピエール・バルーでしたっけ、ね、いや、それもいいんですけどそれで、言っていいのかどうかみたいですけどね、ここはね、まあ、でこれは見せてもやっぱりまだ大人になるまで見せたくないですよ、これこの映画大人になるまで見せたくない、非常に深く、本当におっしゃるように深くて怖い映画なんで、深い映画でいうとシェルブールの甘さとかもすごい切ない、いやもう比べたらもうあのまるで深さが違う、切などが違う、あの切ないとかじゃないんですよ、この幸せ怖い映画って、またちょっと脱線タイムですけど、なんですか、エクソシスト、いや、あの違う怖さですけどね、それはね、あれも撮影中にいろいろあったみたいですよね、エクソシストはまあ単純に怖いですよね、怖いですよねあれは、そうそう、映画いっぱいできたじゃないですか、実際にいろいろあったんですよね、あれね、リングとか、あの、いや、それで思い出したんですけど、すごいのは、あのミンナ・ブレアって、ミンナ・ブレア、エクソシストの女の子ね、うん、あれが、あのほらスターってそのブロマイドにサインするじゃないですか、はい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 、それで僕ネットで見つけたんです、すごいの写真があって、あのリンダ・ブレアがあの取りつかれてだんだんおかしくなってるじゃないですか、おかしくなってるんで、なんか寝てるところ、みんな大人が一回パーティーかなんかしてるところに寝てる、うん、あのリーガンね、名前が、うん、が降りてきてトコトコトコって降りてきて放尿するんですよ、やっぱ、はい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 、シーン覚えてます、あ、知ってたような気がします、でみんな、ああ、なんだろう、この子はって、うん。その写真、そのスチール写真に、あのリンダ・ブレアがサインしてるんですよ。これ、すごいでしょ。ある種、シュールですよ、ね、この、でも、あの、彼女にとっては、あの、それも、なんだろう。でも、それはある種、見せ場じゃない。放尿のブロマイドってのもすごいです。今でもあるんですよね。あ、そう。だから多分ファンが送ってきたからしょうがないからサインしたって。それはでもある種。これでもエクソシストじゃなくてありえないわけですよ、これ。あれ見た時はすげえだった。確かに保存してありますけど、うん、パソコンに。で、リンダ・ブレア、その後がまた大変ね、いろいろあって。なんかやっぱりああいうのでスターになっちゃうとあと大変ですよね、大変なんだよね、ある種007も大変だよね、大体ドラッグ出したりなんかして007も結構大変なんだ、ボンドガールですか、ボンドガール、ボンドガールというより007自体もやっぱりあのなんだろう、自分たち
自分たちの役というかね、イメージを固定されるっていうのもあって、ね、まあ、渥美清さんは本当にもうずっとやってらっしゃって、いや、あのぐらいになったらもう開き直って、うん、もうね、だってあんな当たり役はもう生涯なかなかないですよね。座頭市もその勝新さんとか、勝新さんとかね、それレベルの当たり役、もうなんか出てきただけでみんな、ピーターホークは刑事コロンボみたいな、出てきたらみんなそれだけでこうそうそうそう、もうその役し、その役しかないって、あのベルリン天使の歌でさ、はいはい、ね、ピーターウォークがわって出てくるゲストで、そしたらみんなコロンボコロンボあの他の映画でも言われちゃうんだって、まあ、それでそのままと切ない、そのままそのと OK にしてるっていうのはなんかすごい切ないですよね。まあまあ、そのね、でもあのぐらい当たり役だといいんだけど、エクソシストはちょっとどうなんですか。エクソシストね、それはあの彼女としては乗り越えたかったと思うんですよね。で、あの、あとテータマオニールなんかも悲惨ですよね。ああ、ね、ペーパームーン、ペーパームーンでアカデミー賞あれ取っちゃったから、もうその後ナタリー・ポートマンでも元気なんじゃないですか。ナタリー・ポートはだって大人になってから取ったから、あれよかった、まだよかった、まだレオンの頃小さかったし、よかったけど、テータマオニールは本当に今ただのジャンキーですからね。もう悲惨、なんかもう絵に描いたような悲惨。あれはなぜなんですかね。ジャスティン・ビーバーとかもでも結構やばいですかね、じゃあ。いや、マコーレ・カルキンとかですね。ビーバーはよく、マコーレ・カルキン懐かしいですね。まあ待って、ホームアローンでしたね。もう、だって今、ただの、なんか、ろくでなし、ジャンキー。あれはなぜなんですかね。やっぱり小さい頃にチヤホヤされると。されると、だから現実に。善悪の基準がだんだん緩んでくる。善悪というか、もう現実に向かえなくなっ、ほら、もう、その、それが自分にとっての、チヤホヤされてるのは全てになっちゃうから、チヤホヤされなくなると許せなくなる、うん、もう対応できないんでしょうね、多分。ああ、うん、そしたらだからドラッグに快楽に走るとかね。あのグレート・ギャツビーのなんかこの間やったやつあるじゃないですか。え、この最近の新しいやつ。新しいやつ。新しいのあったんですか、映画。あの誰でしたっけ、すごい大スターがいらっしゃって、あのだからリメイクしたやつ、あのデカプリオ、デカプリオのやつ見てないです。あれの冒頭のシーンがすっごい華やかなんですよ、かっこよくって。それはだってだからもうオリジナルロバート・デ・トードのやつ、そうじゃない、レバート・デ・トードもちろんそうなんだけど、うん、あの今回のやつはさらにパンクな映像があって、うんうん、本当にこのシーンが永遠に続くんだったら人は降りられないよなっていうぐらいのアメリカの華やかなパーティー、パーティーの文化なんですよ。あれを経験しちゃうとやっぱり地道にこう源泉徴収されて確定申告できなくなるなっていう。あれカレンブラックも出てましたよ。カレンブラックは、はい、イナゴの日でした最初の。でそれでカレンブラックつながりで、はい、5EGPですよ、見ました。あれはあれですよね、あのジャック・ニコルソンでしたっけ。そうです、見たかな、見てないかな。これは僕ベストワンに選んでもいいぐらい好きな。どういう映画でした。 E.G. ライダーの後につくね、はいはい、あのスタッフも同じ。あ、そうなんですか。だからな、ボブ・ラファエルソンってあれ E.G. ライダーなんかやってたんじゃないかな、監督で。でどういう話か覚えてます。カレン・ブラックが、カレン・ブラックはその逆にこうくっついてくる田舎臭いもう女性なんですか。あのカントリーが大好き、カントリーミュージックが大好きなの、うん、どうしようもない田舎の姉ちゃんって、ウェイターやってる。でジャック・ニコルソンはそのなんか炭鉱みたいな、石油かな、ブルーカラーかな、ブルーカラーやってるんだけど、実はデレットかなんかかぶってるんですか。そうなんですけど、実はその超一流のピアニスト、音楽家一家のでなんです。だけどそれが嫌で、ドロップしてそういうところに潜り込んでるって。で人が人の日暮らしみたいで、それでそういうカレンブラックみたいな女が来るわけです、うん、それでまあだけど彼女がいながらもいろんな他の女性ともエッチしてね、しちゃうし、もう6で話してないなんですよ、ジャック・ニコルソン、うん、で、うん、で本当になんか何をやどこでもトラブルは起きるしな、あの起こすし、そうなんです、どうしようもないやつなんですよね。でなぜそのそういう出身のとこがこんななっちゃったのかっていう、まあ映画、うん、で、うん、これを見せらんない家族と見たくない映画ベスト10入ってますね。入ってるけど僕はでもめっちゃ好きな
個人的には好き。個人的にはもうアメリカ映画ナンバーワンにしてもいいぐらい好き。アメリカ映画ナンバーワン、それぐらい好き。それぐらい好きなんだけど、うん、もうセリフもほぼ全部覚えてるし、タクシードライバーと同じぐらい好き。タクシードライバーね、同じぐらい好き。タクシードライバー、キングオブコメディと同じぐらい好き。ああ、タクシードライバー私も好きですけどね。あの覚えてないで、そう、見てはいると思うんですよね。見たかもしれないですね。で、あのなんかどうでもいいディティールが面白くて、うん、なんかそのいろんなトラブルを起こすんですよ、この主人公が。なんかレストランでウェイターウェイトレスと喧嘩どうでもいいことで喧嘩っていうか、なんかそのなんかサンドイッチをくれって言ったら、いや、うちにはそのチキンサンドしかない、はい、ないから、それを頼んでもらうしかないやつ、はい、いや、チキンサンドの、ね、あの値段は払うからサンドイッチを持ってこいって言って、いや、それはできないから、じゃあ別々の皿で持ってきてくれって言って、そのチキンはどうするどうしたらどうするのって言ったら、お前の股で挟んだけどってなんかどういうそういうで、そんなレザボアドックスを思い出すようなディテールの豊かさですよね。豊かです、本当に豊かです。そのなんかタランティーノの映画もセリフのディテールがすごいじゃないですか。それでなんだ、そのなんかそんなふざけたこと言ってると、あなたあのマネージャー呼びますよって、うん、このなんかお断りサイン見えないですかって言ったら、うん、じゃあこのサインは見えないかって、バーってそのテーブルにあるもの全部落っこって、ジャック・ニコルソンなんか怒り出して、それどうでもいい。ジャック・ニコルソンは何をしたいんですか。いや、自暴自棄なんですけど、まあ自暴自棄なんですよ、破滅型、うん、もうなんというか自らトラブルを起こすんです。もうそれトラブルメーカー、そうそう。で、まあだからなんかその欠けてるトラウマがあるんです、欠けてる部分が、心の中に欠けてる部分が、それは何なのかっていうのがだんだんあの分かってくるわけですよね。あの映画、鈴木さんは欠けてるのを自覚してるんですか。してます。俺も欠けてるんで。いや、欠けてるのが僕から見たらなんかもうすごい健全。え、もう家族ともうまくいってて、意外な。いや、もう、いや、そのね、ほら天才肌ではあるけど、あのなんか人間としてはもう健全。ね、もう一回言ってください。それで、ね、自分のコピーにしようってですか。YouTube にアップしてあるのか、ここだけ切り取って。いや、でも僕から見たらね、健全。うん、だからこう、まともに育ってる、多分、あの、ちゃんとバランスいいっていうか。だって、あのだってなんかその破滅が、ね、破滅に向かっていかないじゃないですか、絶対。そういうタイプじゃないですか。ね、そうですかね。うん、あのね、学校行ってる頃あんま実は俺の親父が教師で、その母が学校の教師だったんですけど、やっぱり日本の教育ってちょっと違う違和感すごく感じてたんですよ。でだから映画を見に行くとか本を読むっていうのは好きだったけど、学校はあんまり好きではなかったし、うんうん、なんかすごく今も日本の自殺者って2万人とか3万人いるじゃないですか、うんうん、それがみんなびっくりしないっていうところにびっくりしてて、だってこんだけ人口が、だって鈴木さん知ってます？2万って1年間に何人減っていくか知ってます？2万ってことは、じゃあ県とかその市では何人ぐらいなんでしょうね。あのとりあえず3万人自殺者で10年連続っていう記録があって、うんうん、それって30万人はもう高知以降なくなっちゃう世界なんですよ。今100万人の人口が減っていく社会だから、100万人って千葉市とか仙台市のレベルなんですって。え、それ1年間で死ぬ、1年間で減っていく、自殺する人じゃない、自殺する人じゃなくて人口減で、2500年ぐらいになったら2000やがて人間、日本人って何人ぐらいなんか死ぬ、何年ですか。2100年だったかな。100年ってことは今だから80年後ってことですか。でしたっけ、うん、5000万人切る説、半分以下、今1億何本でしょうか、5000万になっちゃう。へえ、だから80年後、そういう国ってまともなのかよって俺は時々思ってるんですよ。つまり人口が減って、それはでも竹島さんはまともだってことですよね。え、そういう種は減っていく中で、全然そんなこと考えなかった。考えないですか。、うん、でも
そもそも子孫が減っていく種族って大丈夫かなって感じしません？ダメでしょうね。それだってだ種としておかしいでしょ。飽和状態はもう過ぎたわけだから多分。だから減っていくのが自然なんですかね。うん、自然ある意味自然というか。でもこのままいくとなんかね日本人絶滅するらしいんですよ。いやまあ数えられるぐらいになるんですよ。それを言ったらね、それを言ったら恐竜って何百万年生きてたと思います。恐竜なんだ人間って。ある意味ね、だって恐竜は地球の覇者だったわけじゃないですか。長い間あれね、何百万年ってずっと覇者何十万年か何百万年か適当なこと言ってますけど、言ってますけど、うん、人間の生きてる歴史なんかもう人間が君臨した時代よりずっと長い。もうそうそうそう、もうそれ100倍とか 何十倍か知らないけど、それでもやっぱりそれでもいなくなるわけですよ。そしたら人間がもういなくなる。なんもう全然もう人間自然なことと人間の育成なんてそれもう多分短い、あの短い映画、映画のような映画。まあ大丈夫か。いやだからその恐竜に比べたら恐竜さんすいません、恐竜さん見てますよね、うん、きっとね。この辺でお亡霊が違うか。恐竜さんに比べたらじゃあ変な。いやだからいやそうなんだから、人間を滅ぶの当たり前です。絶対滅ぶ当たり前いつか来ます。いつか、まあ、特にいないけどね。だいぶ気が楽に特にいないけど、それは絶対でもどう考えても来るわけだから。だって飽和状態になってさ、食い物なくなってさ、一回飽和状態になったら消えていく。そう、ソイレントグリーンみたいになっちゃうかもしれない。ああ、ね、怖かったですね、ライフル協会の、うん、そのうちね、チャールトンヘストン、まあ、あれもチャールトンヘストンかみたいな。ソイレントグリーン学校行ってる頃見て面白かったですけどね。まあ、だから絶対そのもう今もうすでに今はもう証拠としてあって、いろいろ歪みがあいたところにある蓄積してて、それ当たり前だから、当たり前ね。いや、そうだから世の中うんぬんというよりも、いや竹内さんは多分なんかまともに育ってるんだよね。それが言いたかったっけ。でもっと特設してるから僕なんか。特設が足らない。足らないというか、そんな笛をいっぱいない方がいいと思います。それで、じゃあもう何本かあるんですけど、はい、さよならミスワイコフって見ました。さよならミスワイコフ。ロシアの映画なんですか。いや、ミスター・グッドバーは見ました。あ、ミスター・グッドバー系のこれも映画なんですけど、はいはい、まあ、70年代、まあまあ、ニューシネマの終わりぐらいのなんか、うんうん、これもじゃあちょっと簡単に、はい、あのストーリーを言うと、はい、オールドミス・ミスワイコフって、まあ、だから多分ロシア系なんかわかんないですけど、名前から言うと。名前から言うと、まあ